間を埋めて歌詞を完成させろ、歌詞穴埋めクイズ。曲名が出題されて問題に歌詞の前後があると、その真ん中を埋めましょうっていう問題ですね。なるほどね。はいはいはい。いやね、やっぱこういうの頭で覚えてちゃうもんやめない、やっぱ体で覚えないと。間を埋めて歌詞を完成させろ、歌詞を完成させる。どうも、タイのタックです。レンジです。ヨウジです。はい、ということで今回やっていく企画はですね、エンタ考案の歌詞穴埋めクイズというものでございます。はい、このクイズはですね、読んで字のごとく、まあ、ルールを簡単に説明しますと、曲名が出題されて問題に歌詞の前後があると、その真ん中を埋めましょうという問題ですね。なるほどね。なるほど、はい、めっちゃシンプル。超シンプルです。いやでもむずいんじゃない。まあ歌詞覚えてるって言われたらね。ねえ、だってカラオケとかでたまに乃木坂の歌を歌うじゃん。うん、歌詞覚えてなくない？だってもう 見て歌ってるでしょ。まあ、見ないと歌えない。だからそれ考えると結構むずいんじゃない？そうね、ちょっと心配ではあるけど、ね、やってみましょう。心配しかない。心配しかない。成立するのかというか、はい、ボツになってる可能性ありますね、この動画。はい、やってみましょう。はい、それでは楽しんで行きましょう。じゃあ問題作成者のエンツさん、解説お願いします。はい、やってきました、歌詞穴埋めクイズですね。はい、ヨウジさん言ってくれた通り、このようですね、不安僕もよぎりました。なんで今回やり方考えてきたんで、あの一応ねギミックがあるんで後から説明していきたいと思います。まあ、まずはね、百聞は一見にしかずということで、あの例題用意してきたんで、まあ、どんな感じになるかっていうのを説明していきます。で、今回あのフリップに書いてもらうものが早押しなので、あの言い方とかはとりあえず大丈夫かなと思うんで、とりあえず一旦例題を出していきたいと思います。はい、はい、それではこちらです。ね、あの見てる方は多分テロップが出てるかなと思うんですけど、まあ、大きく書かれているのが、曲のタイトルで、そのですね、あと黒くなってるところがあると思うんですけど、その前後っていうのが、まあ、その前のと後の歌詞なんで、この間を埋めてくださいという感じになります。はい、今回きっかけになってるんですけど、まあ、ここは何でしょうっていうのをですね、まあ、あの例題にしてはちょっと難しかったかなと思うんですけど、で、まあ、正解がこのこうやって出てに今こいつ正解を出すみたいな感じです。まあ、すごくシンプルなんですけど、まあ、でも、まあ、一言一句その歌詞を間違えずに書くって難しいじゃないですか。難しいよ。で、今回初級中級上級で、初級が2ポイント、中級3ポイント、上級が5ポイントなんですけど、まあ、歌詞が一言一句分かってなくても、例えば結構近しい、まあ、本当の歌詞に近しいことも書けてる人がいたら、まあ、こちらで判断して、そのまあ点数マイナス1ポイント差し上げます。まあ、正答者がいたらその正答者だけなんですけど、まあ、正答者が誰もいなくて、あ、まあ、近しいことかけてる人っていうのがいたら、まあ、その方に、まあ、その点数、既存の点数マイナス1ポイントを上げようかなって感じです。なるほど。問題がだからさっき言った初級2問、中級2問、上級2問の計6問出題されてるんで、まあなんだろう、少し肩の荷が下りたんじゃないかなと思うんですけど、まあ本当なんてみんな0ポイントみたいなのにしたくないし、まあ、ちなみにこの例題だと何級なんですか？これ中級ぐらいかもしれない。まあ、まあね、これまああと言っとくと、曲に関してはまあそんなにそのマイナーな曲から出すとかはしなくて、同じ曲取ってもサビのちょっと抜き出すかとか、あと A メロのちょっと長い部分抜き出すかとかで難易度変わってくるんで、そういうところであの難易度設定がされてると思ってください。なるほど、はい、はい。まあ、ちょっとね長く喋りすぎちゃったんですけど、まあまず1問目やっていきますか。はい、はい。第1問はこちらです。はい、お、はいはいはい、これはまあね1問目ですからね、さすがにとか言って1人だけ間違えるの。あ、でも結構みんな書けるね。これはいけるね。いや、これいけなかったらちょっと、すんげー急にプレッシャーかけるやん。いや、これ今回のクイズもらったわ、これは。おお、マジか、オープニング冒頭あんなに数
不安げに言ってたのに。あ、この問題だけね。あ、この問題だけ。この問題だけ。これは自信ありますよ。これはいけますよ。なるほど。OK ですよ。はい、書きました。はい。お、皆さんいいっすね。じゃあ、1問目。オープン。ダン。はい。君の存在、君の存在、君の存在。おお。まあ、ですよね。かっきーかわいい。正解は君の存在。当てました。まあ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 。中級あたりまでは行きたいよ、ね。頑張って。いいっすね。でもなんとなく夜をつかんできました。うん。勝手は分かった。あ、そう。難易度はまあ別として、まあ勝手はこんな感じです。今短かったら相手が説あるよ。はい。じゃあ第2問目いってみましょうか。第2問目こちらです。おお。ガルルか。比較的全部曲はメジャーどころを。噛んでいきましたね。あれ急に洋治さん、あれちょっと待って、あ、来た来た来た、もうなんか歌ってる。あ、はいはいはい、危ない危ない。こんなんね、ライブに行ってる回数と同じだけ聞いてるんですか。全体ライブってほぼイコールぐらいでしょ。そうそうそう。じゃあ、ルイさんどう？鼻から息が漏れる。この問題もらった。つい1分前の映像で。いや、あの問題はね、あの問題は、この問題はまた別問題やな。そうね、うん。第2問ですから。第2問ですか。初級だからね。やばいね、すごいレベル上がるね、急に。初級。わかんない、視聴者からしたらお前この曲有名だろうって思われてるかもしれない。いや、曲有名よ。さすがに曲は存じ上げてますよ。はい、歌詞ね。有名な曲の一番の歌詞です。一番のサビです。見ましょう、見ましょう。 OK、 じゃあ皆さん、オープン。デン。誰を好きになって、誰を好きになって、あー、すごいね。誰か誰かがちょっとあれだよな。分かった、分かる。誰を好きだって言っておかしい。歌詞的におかしいから彼をだと思うんだけど、好きになっちゃうんだ。正解は彼を好きになって。よしよしよし、初級乗り越えたぞ。初級乗り越えましたね。こっから中級ですね。ポイントが3ポイントになってきます。そうか、その初級と中級の振れ幅よな。どんどんか、そうね、どんどんか、ね、初級の中にも振れ幅すごかったね。いやー、俺らどっちが落ちるか分かんないです。いや、怖えな、怖えな、中級怖えな。急に分かんなくなった時、3問。はい、はい、皆さんこちらです。おおおお、ここのところだダダ漏れなんだけど。やばいか、人って意外に追い詰められるとさ、本性が出て喋るよ。逆にね、そうやって追い詰められた時が一番本性が出る。結構みんな書けるね。もうちょっと難しくすればよかったかな。いや、大丈夫です。そんなことです。いや、これは大丈夫だと。じゃあ、皆さん一斉に回答オープン。ザンザン。そこに何もなくても、え、あ、違う、みんな。そこに何がいても、そこがどこであろうと。ちょっと待って、おっと、あ、割れたね。え、全員、え、誰かしら、え、え、いや、その歌詞ある気はするよ。あるよね、そっちだっけ。あ、そうか、番が違うとか。急に不安になってくるやん、うん、これも初めてみたいな。マジか。なんか、ね、ホラー映画かなんかの。じゃあ、いいですかね。はい、第3問、答えはそこがどこであろう。おー、しよしよし、うわ、マジか。お見事、エンジさん、3ポイントです。でかい、ね、俺らあんだら言ってんのに。ヨウジさんね、これね、落ちサビのところ
こですね、あの最後か、次で降りるかそこに何もなくても飛んでいない、そうさ自分で落ちて、それか来たかった、降りていなくちゃって、あーマジか、これ好きな曲なのにな、まあ幼児は欲しいね、これはよくわかんない、なんか複合してたよね、ありそうだけど、あとなんかちょっと多分それにすると語呂が悪い、そこに何がいいか確かにちょっと語呂が悪いかな、そこに何がいいと思うか確かに言いづら、恥ずかしい、分かんないとき考えるしかないもん、はい、そうな、次は第4問ですね、第4問はこちらです、おお、アイスティーか、アイスティー、アイスイー、いやでも全然本当は分かってないってアイスイーとか今なんだっけ、ダンスは出てくるんだけど、歌詞は出てくるんだダンスで覚えてるのなかなか、まあ、いやね、やっぱこういうのは頭で覚えてちゃうもんやめない、やっぱ体で覚えないと踊ってるのね踊って歌えよ、そしたらうわーマジで踊ってるというに歌え、歌詞わかんねえんだけど、うわいい歌詞って難しいんだな、いや普段ちゃんと歌詞聴いてねってことやっぱり、その反省もさておき皆さん一斉に回答オープン、どん、やっと分かったんだ、突然思ったんだ、突然思ったんだ、あーあーなるほどね、なるほどなるほど、いや突然思ったんだよな突然思ったで、突然思ったねえ、I see you, I see you うぜぇうぜぇいやー、当ててほしいな、そんだけ煽ったんだ正解は突然思ったんだ、よーし、いや、惜しいねこっからね、上級になります、上級よ、上級はね、あの、完登したら5ポイント差し上げます、でけぇ、じゃあ、ワンチャン逆転、5ポイントって言ってなかった、5ポイントって言った、2,3,5 逆転される可能性あるね、あるね、あるね、まあ、全員不正解で一番、まあ、解答近しい人がいたら、じゃああれですね、あのちょっと4点はでかいんで、あのもし一応正解が5点、うん、で、反答が5点で、もし全員不正解で、まあ、惜しいなって思った人がいたら3ポイントあげます、なるほど、3ポイント、3点でもでかいね、中級と同じだけもあるし、そうそうそう、まあ、そんぐらいもあげてもいいんじゃないかな、日本はちょっとでかいかな、でもめっちゃ相当むずいんじゃないこれ、いやでも大根、はい、大根こちらです、やべえもう1個しか出てこない1個さんが出てきちゃって俺の中で今よし、いけたわ、だから今すげえヒントにあったかもしれない俺らの思い動いてる、すげえなんかさ、こんだけ分かんなくてさ、おってなって書けるのすごくない、まあ逆に出てくればほいほい、書けたのか、すげえ、やば、横で歌わなきゃよかったじゃあ皆さん一斉に回答オープン、はい、夏の恋はフェードアウト、夏の恋はフェードアウト、タンクが夏の恋はフェードアウト出してる、全員取れたか、か、正解は夏の恋はフェードアウト、よしよしよし、悲しいだよね、気づかずに消えてるってまず繋い、どっちがいいですかね、フェードかカットか、え、カットだろう、そうじゃないですか、カットアウトするのはね、リグレットです、後悔ですから、ね、いやいい曲ですよね、まあ、お母さんサビ頭持ってきたかったんで、あのサビ前の今一人きり腕を組む、まあ、ここが結構、なんだろう、有名かな、長く書き出す人も有名かなと思ったんで、じゃ最終問題です、皆さん、いや結構すごいできるな、じゃあ最終問題、第6問目、ちょっとこの曲を出したかったんで第6問目こちらにさせていただきました、第6問目こちらです、お
電池が書いてる。そういうことか。そういうことか。そういうこと。え？あ、全然気にしなくていい。あ、マジ。ひねり出してそれっぽくしてあげる。はい。じゃあね、みんな答えはとりあえず書けたということで。じゃあみんな一斉に回答をオープンしましょう。オープン。今までとは違うっていうか。今までとは違う。違う。わかんなかった。要素要素、要素要素で。今までとは違う光になる。なんか違うやつ。4番目じゃん。向きか。な気がすんだよな。今までとは違うはすぐ出てきたのに、その後しっくりそう。レンジさん、お見事です。おーしゃしゃしゃ、すごすぎるんだけど。すごいね、お主。やった違う、向きか。ちょっとやばいね、俺ら。じゃあ本当オタクやってていいのかな。そんな悲観的になるの大丈夫そう。では結果発表。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。あの最初のちょっと恐怖あったと思うんですけど、思ったよりだったでしょ。まあそうね、そうね、割とかけた。最初はもっとビビってた。いや、そうでもねえな。じゃあまあ3位、7ポイント、陽次さん。おお、うん、ちょこちょこかけてたね。2問だけど、最初と夏の声はフェードアウトか。だからそこはちゃんとかけてたんだな。ご機嫌に耐えろ。17分間ですか、ちょっと待ってると。こっちでした、バンデルでした。第2位、12点、11ポイント、ダクさん。頑張ったくない？いや、そうね、惜しかったよ。結構さ、あのレンジが正解したからポイントになんなかったけど、ニュアンス合ってるみたいな。ニュアンスまんまも合ってるみたいなの結構多かったし、うん、割と覚えててすごいなと思った。今回事件ですよ。なんと満点20ポイント、6問正解。いや、すげえ。これはすごすぎるわ。いやー、ちょっと悔しいな。さすが乃木坂オタクですね。すごいな、ね、我々乃木坂オタクってすごいな。オタクはすごいわ。乃木坂好きな人たちに比べたらちょっと我々やっぱファンとオタクには食べ合ったな。すごいな、なんか悔しいな。ちなみになんで最終問題出したかったの？俺がみんな、なんかさっきじゃん。あー、そういうことね。そういうのが。あ、なんか三挙手、三挙手、三挙手ってことが余計刺さるわ。なるほど。みんなさっき好きだし。なんで俺光とか書いてんだろう。だから、まあ、4カスやん俺。だから僕のエゴで割とバンダイドとか出したから、まあ、あと最近の曲だし、まあ、分かりやすいかなと思ってこう出して、うん、6はまあ難易度的にもまあこれかなみたいな、みんな3期好きだったなと思って、まあ、6問目にしました。ですって。ですって。終わろう終わろう、空気が終わり。空気が終わり。問題作成者が気使ってくれたのにさ、答えらんねえっていう。お前そうそう、俺しか書けんのよ。はい、この動画を見て歌手アナウェクイズやってみたいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは次回も楽しんでいきましょう。